ジェセル王のピラミッドは古代エジプト第3王朝第2代ファラオのジェセルによってサッカラに建設されたピラミッドであるサッカラのピラミッドとも言う典型的な階段ピラミッドであり単に階段ピラミッドとも言う史上初のピラミッドとも言われその建設方式や宗教的理念は古大のエジプト社会に影響を与えた高さ62メートルであり 東西125メートル、南北109メートルの長方形の底面を持っている。広大に建設されたピラミッドは通常正方形の底面を持っているが、階段ピラミッドの場合は5時にわたる設計変更の結果長方形の底面を持つことになった。階段ピラミッドは元来、初期王朝時代から見られる正方形のマスタバとして高さ10メートル、一辺63メートルの 規模をもって建設される予定であった。しかし、建設を担当したジ J セルの重心、イムホテプラによって、東側に向けて何度も拡張が繰り返され、最終的には、海岸上の外観を持つピラミッドとして完成したので、ある。ピラミッドの地下には深さ28メートルの地下室が設けられており、遺体を収める原質や、原質を取り巻く、多数の部屋、回廊が張り巡らされた。 総裁殿の正面階段ピラミッドは、単体ではなく、周辺の付属建造物と合わせて、ピラミッド複合体を形成していた。北側に総裁殿、東側に王宮、及び瀬戸採用の神殿、南側に南馬鹿、西側に巨大な倉庫があり、この複合体全体を高さ10.4メートル、東西277メートル、 南北545メートルの外壁が取り囲んでいた。全体を石像で建設する建造物としてはエジプト史上初とも言えるものであり、このピラミッドの建造によってイムホテプは建築家としても名声を博した。ピラミッド複合体の構成要素は古代のものとは異なっている。階段ピラミッドは神的性格を持った王の墓として、 進化の墓とは一線を隠す墓形式として新たに設計されたものであった。その形状は後世に書かれた碑文から王が天に昇るための階段を意味すると言われている。また、ピラミッド複合、支配権を表すという性格は、墳墓としての機能を持たない小ピラミッドが別に多数、建設されている点からも明らかである。三大ピラミッドなどとともにメンフィスとその墓地遺跡として、 世界遺産に登録されている。階段ピラミッドが建設された当時、石灰岩や花崗岩を用いた建築様式は未だエジプトでは一般化していなかった。この建物を建てたことによって設計者イムホテプは初めて石の建物を建てたと後に称えられているが、石を用いた建築自体は階段ピラミッド以前に漏れがある。それは 第二王朝の王川セけ無意の墓室である。しかし、建物全体を石像で建設したという点ではやはり、階段ピラミッドの建設は、画期的であった。初期の石像建築では、世界各地で見られるように、石像に特化した建築様式が確立されていないため、古い日干しレンガや足による建造物の建設方式を真似て作られた。こうした例は古代、ギリシアや、 インドの宗教建築に今日も見られるものである。このピラミッドの建設後しばらくの間、古代エジプトの王たちによって次々とピラミッドが建設されるようになった。2枚以外には、ジェセル王のピラミッドに形態が似ていることから、このピラミッドに由来し学名が命名された種がある。図川巾着街スイフターペクトンジュザースは、貝類では非常に顕著な階段状の形態を有することから、 日本で発掘された新生代の2枚が異化石の種賞名として名付けられた。生物の学名に遺跡、歴史上の人物の名前が懸命されることは稀である。手前に見える建築物がセドサイレファラオ伝のセドサイを描いた黒炭のラベル。セドサイは古代エジプトのファラオが在位中に行った王位行震祭、または王の再生の儀式。 ジェセル王のピラミッドの複合体には、周辺の付属建造物と合わせて、東側に王宮、及び、セド祭用の神殿が備わっていた。またの名を、王の共演という。大体においてファラオは、サッカラのジェセル王のピラミッドのふもとにある、セド祭殿にて行われていた。セットの語義は、神の名称とされているが不詳である。ファラオの即位後30年目に行われ、 以後三年目ごとに繰り返されるのが原則であるが、必ずしも厳密に遵守されたわけではなかった。このような慣習は、現在もナイル上流の部族などに見られる。超越的な力の維持と保持のために行われる、セド祭は、王の肉体的、魔術的力の復活を祈願する総合儀式であるが、形式的な王の死という王殺しを備えた神事であり、王の再生復活を表現した。 死と再生を表す神事でもあった。セドサイと呼ばれる神事は、エジプトが一つの国として統一される、以前のエジプト初期王朝時代から、古代ローマによって、エジプト最後の王朝プトレマヨス朝が滅ぼされるまで、各王朝の中で30年以上国を統直したオートールによって何度も行われてきた儀式である。そのため、古代エジプトの中でも、最も起源が古いとされる神事である。 また、王の行う神事の中でも、最も重要な儀式とみなされていたことが、今日までの研究で判明している。祭りは30年ごとに行われることになっていたが、実際は30年以上在位する王は少なく、この区切りは厳密ではない。また、高齢になっても、体力を維持できている指導者は少なく、老いた指導者たちに上位を促すための祝祭、儀式とも考えられている。 その内容は古代エジプトの王朝にとって最も重要視されるものであった。セド祭の機能は全王朝すべての時代を通して王の権威と権勢をより強くし守るものであったとされ、王の力が衰えるとされる即位30年時とそれ以降3年ごとに行われる身体運動をと。祝祭の目的は王の活力の回復にあった。 王の活力と自然の法上とは共感関係にあるとされたため、一定期間在位して活力を失った王は、儀礼的殺害によって活力に満ちた存在として復活することが要求されていた。具体的には王が自らの健在を示すために上下エジプトを象徴するレンガの上を走り回り、自身の権力の健在と体力の誇示を果たした。 自身の力が証明できなかった指導者は、その後の華麗な儀式の中で象徴的に殺された。そしてより若い後継者が指導者の位についたのだった。体力と権力が認められた指導者は、自身の像を地中に埋め、形式的な復活を果たした。死を迎えることでしか得られないとされていた再生復活を古代エジプトのファラオはセドサイの儀式の中に、 形式的な死を取り入れることによって成立させて、再生復活を得たものとした。儀式の終了とともに、年とともに衰えた超越的な肉体的、魔術的を再びへエジプトの国土を統治するにふさわしい、国民が望む王に生き返るものとみなされた。実質的な証拠がある最も初期のセド祭の一つは、サッカラの第六王朝ファラオペビー世の祭りである。 秘文によって分かっているセド祭は、エジプト第一王朝のファラオ伝王と、エジプト第三王朝のファラオジョセル王である。ジョセル王のピラミッドには、セド祭用の神殿が建てられていた。ラムセス二世とアメンホテップ三世のものである。33年目に二度目のセド祭を迎えた、オソルコン一世、ウバスティスに、巨大な寺院を建設したことで知られる、オソルコン二世など、 後のリビア時代の王たちによって、セド祭は祝われていたことが確かめられている。場所は一定ではなく、ラムセス2世は、シントペルラムセスに置いていったし、アメンホテップ3世は、テイベのマカルタ王宮に置いてその祭事を行ったと、されている。その中で、アマルナ時代を創始したファラオ・アクエンアテン王は、彼が腐敗しているとみなしたアメンラーの死祭による、国家の乱れを取り除くために、 古代エジプトの宗教的観光に多くの変更を加えた。彼の宗教的改革は慣例を破って彼の3年目に彼の最初のセド祭が行われた。https www.livescience.com 23,050ステップピラミードジョザー html 在位中に行われる王の再生の儀式ギリシャやインドの石像建築では 明らかに石像以前の木造建築の様式を継承している。それは例えば石材にはあまり向かない梁などが石で再現されている点である。これらは単純な建築学的合理性によっては消失せず、より石像建築に向いたドーム建築等が知られるようになっても継承された。 h t t p w w w p a l a e o s o c j a p a n j p p u b l i c a t i o n s 1 a 3 p r o c e e d i p d f ハット吉村太郎 a new prias and species of swifter pecton from the 塚はフォーメーション in 富山プリーフェクチャーセントラルジャパンペイリアンタロジェクルリサーチ21 293から 303?abchttps コロンスラッシュスラッシュ kotobnk.jp スラッシュバートスラッシュセドサイマイナス117万9727ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.weblio.jp スラッシュコンテントスラッシュセドサイ イアン、エクスプローリングエンシェントエチプト、オックスフォード・ユニバーシティ・プーレス、2003、0から19から51万1607中華。XP53 ナ南部、エイリック・シュシャリン、エリザベイト、ノイエ・ストゥディアン・ズーンセドフェスト。 シュアバ、ISBN978 から3から796522871、h t t p w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  a s e d a j p s p o r t s s u p o k a s ラッ r ュ s o t s u r o n 2 0 0 8 1 k 0 5 a 0 0 1 p d f w トウィルキンソン トビー・エ H、AH ・ヒアーリー・ダイナスティック・エジプト・ラウトレッジ 1999-P63 ISBN 0から203204212カミル・ジル・ザ・エンシェント・エジプションズライフ・イン・ザ・オールド・キングダムアメリカン・ユニーブ・イン・カイロ・プレス p47isbn978-977-424-3929https://booksgoogle.com/booksid="z15bit コロンススララッッシシュスラッシに z0 ヒジェックハットただし、在位が非常に長かった。ラムセス2世は、知性の終わりごりの80歳代にもなると、健全さを示すために走ることができなかったが、それでも、王権を維持した。 ありがとうございます。